対ロ制裁の有無が問われるというこの第2章という感じなんですけど、天然ガス価格、過去2年弱で5度にわたって史上最高を記録するという異常事態ということですね。天然ガスの話、はい、そうでよろすしね。くお願いしまこれす。は天然ガスの価格というのはですね、2020年の5月アッにプしは、てね。ここはですね、もうこんなところだったんです。これ一番下の青いのがアメリカのガスの価格、すごい心電図でいうと綺麗な、脈を打ってるわけなんですけど、綺麗というか、もう死んでるみたいな感もうじすごい安いわけですね。ででも一方で、実はこれぐらいの価格帯に2020年の5月というのはなってました。世界中が。大体価格でいうと、今足元で30ドルぐらいを前後してるんですけれども、2020年、2年前には2ドルだったんです。いつも15分の1の価格だったのが、2021年の1月、ここで初めてですね、こんなありえない価格をつけました。32.5ドルというのはですね、原油価格に直すと、ちょっとこれ難しい単位になってしまっているんですけれども、MMBTU と100万 BTU の熱量単位なんですけど、原油価格に直すと大体ですね、この価格が200ドル、バレルあたりも200ドルを超えるような価格まで来たんですね。で、この時もびっくりしたのは、これ別に何も起きてなかったのが3つ要因がありまして、1つは LNG のプラントが世界中で止まったんです。いくつかなんですけれども、そこで供給途絶が起きたといなうこぜ止とまっと、たんですか？故障ですね。単なる故障。故障で、そういうこと結構起きるんですね。それプラスですね、パナマ運河でボトルネックが生じて、LNG が運べなくなったという事象もありました。そういうのがあって起きたのが、これみんなびっくりしたんですけど、その後突こん然上な、がったんですよ。その突然なんですね。こんなこと起きてしまうと、天然ガスがすごい高すぎちゃってですね、もっと石炭とかに移っちゃうわけです、燃料源が。で、そういうことが今ドイツで起きているような起きみてたるいようなでこすとよですね。ね。で、こんなこと起きないだろうと思ったのが、2021年の9月にアジアでもヨーロッパでも急にこんな価格もっと更新したんですね。で、その後11月、これノルドストリーム2です。ノルドストリーム2が出来上がったけれども、9月にできたんですけど、欧州は認めませんよと言ったら60.7ドルまで上がりました。で、その後がですね、ロシアのウクライナ侵攻と禁輸措置の発動でまた、記録を更新しまして、最後はノルドストリーム2、1の2がですね、止められたことによって、ここですね、1が止まったことです。ノルドストリームが100%止まったことを受けて、92.6ドル、バレルあたりにすると600ドルまで上がったということです。これ US ドルっていうユー単位スドルですというね。ことで、US ドルとですね、ドルということになります。いかにですね、異常な価格ということが分かりますし、ここから読んでいただきたいのはですね、今が異常であるということと、でも一方でこんなことを長続きはしないということです。この価格というのは需給で決まっているものではないということですね。明らかに外的要因で決められていて、もちろんノルドストリームが止まったという心理的な影響もあるわけです。冬が来るのに、そうですよ寒冬ね。が来るのにどうなるんだろうと、そういうのがあったので、一時的に下がっても上がったものが下がっていってるということで、これはいつか解消していくということです。解消していくんですけれども、それを上げようとするこの圧力ですね、ロシアによる、これ全部ロシア、ここだけロシアじゃないかなと思いますけど、ノルドストリームを能動的に止めたのはロシアですから、すべてロシアが価格を上げてってるということも言えるかなと思います。なるほど。これはロシアではないですよね。これ関はロ係ないシでアすでよはないね。ですね。ここもロシア偶ではな然いんでが重す。なったわこけこでもロすシアね。ではないんです。ここも、ここら辺もロシアではないんですね。で、ここからですね。でも案外こんな偶然程度のことで上がってしまうもんなんですね。上がってしまうものということです。これはですね、我々も本当に驚きました。この32.5ドルというのは、見たことがない。東日本大震災の後で16ドルでしたから、それでもすごい高かったわそうけでですよす。ね。で、普通の LNG のプロジェクカトタールは、へ買いに行ったりしたんですよね、日本そうです、そうです。は。で、すごい高い LNG のプロジェクトでも、7ドル、8ドルぐらいあれば、経済性が見込めると言われている世界なんですね。その中で32.5ドルなんて上がってしまうと、プロジェクトはいけるかもしれないけど、誰もそんな LNG を買わなくなっていってしまうということになるわけですね。なるほど。非常にこう、なんていうんですか、何かことがあればバーッと上がるような、商品なんだってことでもありますよね、市で場もなでんす、だ。これが今この2年余りの間に起きてるだけなんです。これが怖いところで、それまでは全くなかったんです、そういうことは。それまではブレなかったんですね。で、それなぜかというと、天然ガスというのが原油よりもですね、いろんなところに地域に分散しているということも言えると思います。例えば豪州とかですね、あとパプアニューギニアからも天然ガスは取れますし、東ティモールからも取れますし、
南米からも取れる、どこからも取れるんです、トリニダトバゴとか、でですから中東に偏在してないので市場も分かれていて LNG の価格もすごく緩やかにですね移行してたんですけれども、突然こういうことがこの2年の間に起きていて、これも国際エネルギー機関をしてですね、第3次先ほどのエネルギー危機に入っている、この600ドルっていうのはですね、天然ガスというのは先ほどちょっと申し上げた脱炭素の中で重要な水素の供給源なわけですね。そうですね。でもこれだけ高くなってしまうと、そうですね、天然ガスが意味がなくなってしまう。なくなりますね。その新しい投資を行って水素化できるということにかなりコストダウンができたとしても、その元である天然ガスが高ければ、手に入れる新しいエネルギーの水素も非常に高コストのものになって、じゃあそれは経済的な採算があるんですかって、合わないですねと、じゃあ石油や石炭にのそのままに戻りますかという話になりますね。話になってくるんですね、もちろんロシアは笑ってると思われる方いらっしゃるかもしれない、そういうことではなくてですね、ロシア追い詰められての話ですからね、かつこんなことは長く続かないと思っちゃうので、上流の生産者もですね、今この価格を受けてよし今からどんどん投資をして、天然ガスを開発していこうということにならないんです。ならない。絶対これ暴落するよねと思うわけですね。ここまで来ちゃったら今踊らされちゃうだけだよねと。だからこんな高いけれども世界中でじゃあ天然ガスのプロジェクトが動くかというと、まずみんなじーっと見てるわけです。なるほど。これがいつか下がっていくんじゃないのと。ここ今30ドルでもありえないんですけれども、ここまで下がってきた時にどうなるの今持ってるプロジェクトはということをみんな考えてしまう。ただノルドストリームはこれ爆破工作ですよね、一時的なテロのようなことですけど、事件ですけれども、でも対ロシアに対する戦いというものがウクライナとロシアの紛争、事実上 NATO がもう介入してに近い状態、でそれがもっと激化していってですね、もっとどっかで次元が違うレベルに行ってしまった時にはロシア の, その生産力とかその供給力っていうのが本当にもうゼロになる、ようなことになった場合はどうなるんですか。これもっと高騰する可能性っていうのは、高騰する可能性があると思います。これから3年間ですね、ここはですね非常にボラティリティが高くなる、非常にこう流動しやすい、なぜかというとロシアからのこれ後ほど申し上げるノルドストリーム、ノルドストリーム2というのは大動脈なわけですね。そうですね。ドクロを結ぶ一番安いルートであって、誰もトランジット国がないわけです。でそれはもう今まで10年以上にわたってノルドストリームはしっかり使命を果たしてきた、これはもうソ連時代からを継続する形でですね、ドクロを結ばれた、シンボルみたいなものだったんですけど、これがなくなるということは、他のルートを使わないといけない、ポーランド経由か、ウクライナ経由か、でもそれを本当に使うのかどうか、そうですね、トルコ経由になるのか、でもそれでも戦争が激化したら実際問題として、それはもうなくなりますよね。なくなる可能性が高いと思います。どっちからの、締め付けとかなんとかのレベルをもう超えますから、もしポーランドとかがまで統治国になったら NATO 全部戦う話になってきますので、実際ノートはどうなのかっていうのはあると思いますけれども、そういうことになったら天然ガスの供給途絶えますよね。途絶えます。で途絶えてですね、新しい LNG のプロジェクト、液化天然ガスのプロジェクトとか、アフリカからのパイプラインのプロジェクト、中央アジアからのパイプラインのプロジェクトがあったとしても、動き出すのに時間がかかるわけです、これが3年なんですね、今から投資を始めてもロシアをカバーアップできる供給量を確保するには 3,4 年かかっちゃうんです。で3年の後半ぐらい、つまり2025年の末ぐらいからですね、徐々にロシアに代わってプロジェクトが立ち上がっていくんです。でそこまではつまり高い状態が続いていく可能性が高いということです。ロシア産ガスは対欧州フローの推移というところ、そうですね、この図を見ていただくとですね、左から、2021年の9月からですね、足元までの動きです。これまさにソ連時代からずっと続いてきた安定供給者だったんです、ずっとこの量をですね、下がってきたところはありますけども、この最近の動きなんですね、これもっと向こうがあればずっと綺麗にですね、線路に続いていた、冷戦時代でもずっとやってたんですからね。冷戦時代、そうですね、それが今崩れつつあるということで、ウクライナ侵攻のタイミングからは全然動きはないです、ただその後ロシアが徐々に下げていった、ここは大きいのはこのノルドストリーム、黒と灰色の部分は、ノルドストリームのドイツに入った後に、オパールと呼ばれるパイプライン、ネルというパイプラインで分かれるんですけど、その量で違いが出てますが、入ってるのはこの量です。ですから欧州向けの約半分を占めてたのが分かるかと思います。
注目していただきたいのはこのウクライナ経由ですね、うん、ここにこの、薄い緑色というか、うん、あと紫色があります、うんうん、ウクライナも流れてるんですね、うん、こういう形今足元で流れてるのも、うん、ウクライナが紫色、それからトルコ経由のこの量ですね。ですから戦時中であったとも、うん、あってもですね、はい、ここは流れている、つまりお金の関係というのは別よということですね、うん、ただこれも今もう歴史的にもですね非常に低いレベルまで落ちてきているということがわかるかと思います、うん、で、まあ、この量から見れば例えば2021年と比べればもう8割減まで来てしまっているということですね、うんうん、そこで起きたのがこの爆破工作なんです、うん、つまりもうノルドストリームが完全に停止した後に起きているんですね、うん、これはロシアが能動的に止めているものですから、ロシアはもちろん自分たちのせいじゃないよと、タービン問題があるから止めたんだということですけれども、はいはい、止めた後に爆破工作が起きて、これによってですね、これがもう数年にわたって流れない、半分以上がもう落ちるということです。というのは爆破工作のパイプラインを直すのに、うん、何年かかるか分からないわけですね。そんぐらいの損害なんですか。はい、じゃあ大変な損害になってます、ね、大変な損害ですね、うん、全体を多分取り替えるか、うんうん、もしくは、まあ、そこはもう嫌いが結構ある地域なんですけれども、うんうん、第二次世界大戦のですね、うんうん、そこを、まあ、排除しながら、そんな古い嫌いが残っている、古い嫌いがあるんですね、ですからそう、その嫌いがあるにもかかわらず、はい、その工事を進められたんですか。そうです、そこを全部、まあ、もう地下を全部調べてですね、海底を、うんはい、そこの路線だけは大丈夫だというところを各国の許可を得て取ってるんですね、うん、ですから、まあ、かなり大きなお金もかかってるわけなんですけれども、うん、そこで爆破工作が行われて、そこ全部一帯がもうめちゃくちゃになってる状態ですから、そこでどういう形ルートを組むのかという問題もありますし、もうパイプラインの中に泡の写真が後で出るかもしれないですけれども、うん、パイプラインの中にどんどん海水が入っていってるということは、その入った部分は全部取り替えないといけない可能性が高いということです。で、その泡の量からするとかなりの量まで入っていってしまっている可能性があるということです。圧をかけて止めないといけないところで今止まってるわけなんですけれども、そこは全部取り替えないといけないということになります。誰がお金を払うんだろうということになる。これロシアの資産ですから、まあ、50% ノルドストリームは欧州が出資してますけれども、それも全部減損が立っていて、ガスプロムが直すにしても、ガスプロムもこれは国際裁判所を訴えていく話になるわけですね。うんうん、そうですよね。もう、はい、ものすごいテロですよね。そうですね。